あ、皆様どうもこんにちは、久保塚です。よろしくお願いします。通語ってまあ今このなんか左に尻向けてるウサギがいるんだけど、次からピークです。通語でまたいつものピークダイジェスト動画から始まります。お、なんだこの目は。ハム・オブ・ザ・デッドにとってこれからが大事な時期だよ。気合入れて面倒見てあげようね、サヌキッチ。オーケー。通語って今のステータスはこんな感じです。まあ低いね。しかも1歳8ヶ月でピークという、さすが早熟。それかなり詰め込んだからね、試合技。まあ致し方アルマーニということで、よろしくお願いします。しばしピークです。それではどうぞ。どうもどうも、ご無沙汰です。やってくよ。久々です。久々ですけど、もうピークは終わり。まあもうそろそろ初老を迎えようという時に、ようやく A ランク。やっと解放できるな、こいつの力を。ハム・オブ・ザ・ドラゴン。久々に呼んだな。いやーね、もう新年負けてます。あれだね。戦国無双の方はまだまだ取りだめで、去年取ったやつなんだけど、こちらはね、新年上げてます。そして久々の A ランクと、 A ランクはやっぱ顔出していかないと。まあまあじゃないですか。もうね、完成でもいいんですけど、まだ100周以上残ってるんで、寿命が。まあじわりじわりとやっていこうということで、でこっからは何をやるのかっていうと、ひたすらねドラゴンキック打っていきます。なぜならこいつで殿堂入りしたいから、それだけです。そういうことってあんまりガッツはため、なんか移動速度遅くなってないか。あ、ちょっと待って。打たせて技を。そんなに打ったらガッツ、これまたしても、今年も壊れたか、新年早々壊れたかもしれない。これどう思うみんな。70% 以上、2回外し。いかがなさいますか皆さん。これバグと言わずして、なんていう、まずいぞこれ。あと1回打たないとまずい。まずぽいアタックになる。オッケー、これ当たった。これさすがにまずくないか。もう打てないぞ。ワンツーでお茶濁すしかねえな。なんだこいつ、気持ちよく当てたかった。ちょ、まずこれ消費ガッツで負ける。一発当てないと。えはい、見ました。皆さん、これが2023年のモンスターファームです。当たりません。94% かなんかかわせなかったこいつ。まあ何もかんこういう人生ですよ、僕の人生は。ええ、普通にしていれば何ともないことがおかしなことになっちゃうという。今年もよろしくお願いします。ええ、皆様よろしくお願いします。さあ、おい、危険しないな。命知らずが多いな今回。雑魚だ。回避199ってやる気あります？君ドリルアタックでしょ。バカだこいつ。なんかおかしくないか今日。今日おかしくないかこのゲーム。かっこよ。気持ち落ちこ。ああ、こういうの見たかったのよ。2023年はこういう痛快な一年でありたいと思ってんだけど。まあ、ちょっと開幕よく、まあ、よくわからないことが起こったけど、気にしないでほしい。これ。今のシャーキンが第一線という、そういう感覚でいてほしい。キティちゃんはね、ダメです、こいつ。こいつ場を乱すタイプだな。
アーキョいいステータスしてる。なかなかいいステータスしてますね。しかし、あ、そうそうそう、このハム・オブ・ザ・ドラゴンのまあ元になったキス・オブ・ザ・ドラゴンをね、ちょっと今日見ようかなと思ってます、久々に。はい、それだけです。久々やっぱジェットリーが見たいんで。もう今なんかもうおじいちゃんじゃハゲになっちゃって、なんか急になんかあれ体調悪かったんだね、病気かなんかで。もうハゲたおじいちゃんになっちゃったから見るに耐えないんだけど、あの時可愛いよね。あの映画出てる時は、キス・オブ・ザ・ドラゴン出てる時は可愛いよ。まずいな、62%、 これ当たらないかもしれない。ドリブルはちょっとまずい。まずいっつったよな、避けろ。多分ガッツさで負けるから、3回打ったらあれだな、いけ、ワンツーだな。水の上ってそんな命中低いんだね。でも60はあるかな、当たるわな。かわよす、壊れた。イヤホンがさ、左が聞こえにくいのよ。あ、違う違う、あの左が聞こえるんだけど右が聞こえにくいのよ。これイヤホンが悪いのか、俺の耳が、右耳がいかれてるのか、どっち。ちょっと別のイヤホン試してみよう。これやばいかもしれない。あの、多分耳だな、これ。俺の。耳臭いな、これ。耳やられてるかもしれない、右耳が。今年早々、片耳持ってかれたんだけど。まずい。なんかおかしいね、やっぱり。右耳だけじゃない。今年おかしいの右耳だけじゃないぞ。いろいろおかしい。さあ、ローリンロ、こっちはね、まずいっす。ローリンローリン打ってこいよ。君、打ってきな。いいね、この4、4の距離ないっていうのはいいよね。ドラゴンらしくていい。気持ちよすぎ。はい、気持ちよすぎということで。まずい。なんか、ボワボワする耳が。やられてる。完全にやられてる。次、芝。ここ。そう。こいつと戦いたかったんだよ。やべ、ハム・オブ・ザ・ドラゴンを名乗ってる以上、ドラゴンは倒しておかないとね、と思って。この純血のドラゴン。芝。インビテーションマッチ出ようかなとも思ったんだけど、まあ、どうせ A 行くし。こいつでいいやと思って。かわいそうに。礎になってくれ、お前は。当たんないよ、そんな遅いパンチ。うるれ！かす。顎に入ったな、今。いい顎。強えな、やっぱ。カンフーが最強かもしれない。カンフー、いや、ジークンドーか。ジークンドーが最強かもしれない。最後は目ん玉。目ん玉に、眼下底骨折を、お見舞いしてあげよう。それがいい。そうして、今年を、今年を華やかな年にしたい。カタリ。カタリ結構あれだね。ディフェンスないね、君。攻め攻め。攻め攻めだね。いけるこれ。いきました。眼下底骨折。ハイパー眼下底骨折。目が完全に死んでます。彼女死にましたよ。いや、ちょろかったな。最初はどうなることかと思ったけど。チョロリン。これチョロリンです。ということで、これ12月なんで、3月に S だな。S 行って、でそこから4大大会のルート。スムーズ。スムージー&スムーズ。完璧すぎる。見えてる。今のところ見えてるね。プランが。育成プランが全部見えてるから。これ、猛満体だと思う。どうしよう。ここで一回切ろうか。ここで一回切るか。ちょ、動画時間が短いかもしれない。いや。どうしよう。じゃ、S。まあ、いいか、S 行くか。S 行っちゃおう、せっかくだし。このプニプニのお腹も見て。S も行っちゃおうか。むむ！いいですね。これ悪くない伸びですね、これ。バリアに欲しがるんだよな、こいつ。堪忍しておこんな、まし。堪忍な、ということで。さあ、お正月ですよ。僕はね、友達のご家族にお呼ばれしましてね、おせちをいただきました。ありがとうございました。はい、ということで次は S 講師です。バイバイ。
はい、じゃあ S 公式いきます。ちょっとね、早くにこれをクリアしなきゃいけない理由ができちまいました。めちゃめちゃ腹減ってる今、何にも食ってなくて、ちょっとね、パンがあるんだよ、パン。あららら、こいつ空気読んだ。俺が餓死するのを危惧したな。やる、ご来や、お前優しさがあったな。2023年優しさが垣間見えた。いや、いいことよ。この調子でどん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 危険していってくれたらいいんだよ。こいつ相変わらずバカだな。こいつは俺の顔色を何にも理解してない。やべ、全てにおいて勝ってるぞこいつに。負ける要素なしということで、ズーパン来たまえ来たまえ。イタックも大層もないわ。はい、はい、分かってる。クリティカルが出ればパンは俺の胃の中に入る。さあ早く倒せ。かわいそうな顔してたの今、ちょっとチラッと見えたけど。プロメテウス、プロメテウスで思い出したけど、あれですよね、アーマードコアの新作が出るらしいですね。かなり時間が経ったとか経ってないとか。え、アーマードコアって今5まで出てるんだっけ、4まで、ん、ちょ、わかんない。俺アーマードコアあんまり詳しくないんで、ちょっとしか触ったことないんで。アーマードコアもね、この際なんでね、僕頭からちゃんとやっていきたいなと思って、あのプレステのやつから。家にね、なんか2かな、2かなんかはあったんだけど、あんまり分かってないんで。1はね、やったかな、何個か、なんかやった。4、PS3 のやつもちょっと借りてやった記憶はあるけど、全然クリアとかしてないんで、ちょっとにわかなんですけど。ロボット好きなんで僕は。かっこいいよね。せっかくだしやっていきたいところはある。アーマードコア。アーマードコアなんかいっぱいあったよな。初代、プレステが3部作だったんだけど、まず。誰だっけ？無印。あとなんだっけ？なんかファンタズマ、オブファンタズマみたいなのと、マスターオブアリーナでしょ。マスターオブアリーナ覚えてる。で、プレ2で2になったんだよね。2もなんかいくつかあったよね。3からもわかんない。3で、なんだっけ、ネクサスとか、ラストレイブンとか。なんかそんなんだったよな。もうそっからわかんねえ。ナンバリングあれかなりあるよ、作品数としては。いいですね。クリティカルでないとあんまダメージ出ないっすね。513か。まあ、こいつ硬いからしょうがないけど。もうちょっと欲しいよな。まあでもロマンではなく、クリティカルはロマンということで。ロマンが詰まってる。このカンフーキックには。よきよき、これでいいんじゃない？でもかなり使っていってんじゃない？多分今一番消費ガッツ使ってるのが回し蹴りだから、まあ50回ぐらい使えば間違いなく、あれだよな、ドラゴンキックになる。アイコンもいいよね。おえーん、効かぬ、壊れてまーす。81% かわしましたこいつ。まあデスカッターを剥がせて、デスナックルはあんま変わんねえか。アンチがよくわかんねえんだよな、このこいつ、ジョーカー戦って。まあ、2か3でも、あ、でも、デスカッター。まあ、そう。この辺が、まあ、結局一番マシか。いいですね。効いてますね。で、悪いのは、こういうクリティカル技多いやつの方が、悪者にして、ストレス上げた方がいいんだよな。あんなできないよ、ストレス調整まで。体型調整でもめんどくさいね、このゲーム。僕できない。怒りそうはね、なんかちょこちょこ拾ってくるんだけど、最後どうやって与えたらいいかよくわかんない。だから寿命を消費するんだよね、おそらく。寿命を消費しつつで、忠誠度も上げつつでしょ。結構ダルビッシュだよね。ややこしい。そんな、おい、なんかおかしいよな。まあ、ドラゴン、あ、まあ、こいつもドラゴンみたいなもんか。もう少し戦いたいと、ハム・オブ・ザ・ドラゴンと。ひとときを味わいたいと。噛みついて禁止。噛みついて禁止。かわいい。そんなちっちゃいお口で。かわいい。消食かな？ちょ、離れろ、お前。うるれ！よし。さあ、これでやっと飯が食える。
パンピコピンポンパンポン。いいですね。さあさあさあ、今年はね、なんか本当にあれだよね、やりたいゲームもいっぱいある。まあゲームだけじゃないけど、なんかいろいろこう自分の欲に忠実に生きていきたいね、今年こそは。そう考えております。私久保塚そう考えております。煩悩で生きていこうと思います、今年は。そして6750円ゲットしました。はい、次回、待て、ここ何が欲しい。ライフ、丈夫さ、賢さかも。何も来てくれなかった。見事に全てかわされた。やべえ、こいつ太っていくぞ。ヤッホーじゃねえんだ。さあ、エイプリルフールが来ました。ということで、今回はここで終わろうと思います。なんだ、郵便が来たぞ。めめ、なんだ、なんか拾ってきた。ありがてえ。腹が減ってるのを見かねて、拾ってきてくれたんだな。はい、続くって、今回終わりです。次から、四大大会かつあれか、シルバー杯か。よし、そんな感じでいきたいと思います。じゃあねー。